アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。まあね、11月もこうですね、中盤ぐらいに入ってきますと、なかなかまあこう寒い日も続いてるというわけなんですけども、まあ昼間はやっぱりこうね、日が当たるとあったかいいう感じがしますので、まあ皆さん外に出てですね、ウクレレアコシュミ楽しんでいただきたいと思います。これから月末にかけてですね、まあウクレレですね、湘南ウクレレクラブの練習会と、あとはアコーシュミも立て続けにありますからね、皆さんぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。まあでも昼間いくら暖かいと言ってもですね、やっぱりこの11月中旬後半ですので、春カイロとかですね、こういう暖かい服装をして野外ライブ、野外ウクレレ練習会を楽しんでいただければと思います。ということで今夜もスタートします。茅ヶ崎 FM。 はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。先週の番組でもちょっとお話しさせていただいたんですけども、こう久しぶりにウクレレばっかり弾いてるとこからですよ、久しぶりにギターを弾くと、ギターのこのネックの部分ですね、非常にこの太く感じるという感じで、なんていうんですかね、この今までと違う違和感を感じるというような感じはあるんですけども、まあ、感じっていう言葉を何回使ってねやという話も出てきますけども、まあ微妙にこう太いんですね。普段弾いてるウクレレというものは弦もまあ4本ですし、特に BJ が使ってるソプラノウクレレですね、こちらはネックの方も短いですし、ボディも一番小さな形になってますので、どうしてもこのネックが細い感じなんですね。それから比べるとギターのネックというのは 1.5 倍以上の幅、もっと幅広いのかな、2倍近い幅がありまして、で厚さも結構あるんですね。分厚い感じで、ネックも太いというところなんですけども、久しぶりにこのギターを弾きますと、高音から低音までいろんなこの音が、非常にたくさん出るんですね。ウクレレの場合はどうしても4本ですので、このね、音の幅が、限られるところあります。まあウクレレ4本といってもそのうちの1本1弦と4弦、これがですねほとんど同じぐらいの高さでありまして、ギターみたいに、高い弦から順番に太い、低音弦までっていう風に並んでるものではないので、ちょっとまあ並びが特殊なんですね、ウクレレは。まあ、その影響もありまして、コロコロした音がしたり、アップストローク、ダウンストローク、どちらも同じような響きがするっていうのが、まあ、ウクレレのその弦の並びなんですけども、ギターの場合はどうしてもこの低音から高音に流れていく、いう風な配列になってますので、ベースラインとかですね、低音いろいろとこの使えるんですね。 DJ を昔、よくギターを持ってた時はやってたのは、カーターファミリーピッキング、チャーチリック奏法っていうのがあるんですけども、それは6弦5弦あたりをベースとしてボンと弾いて、高音源でチャラチャラとこうコード楽器みたいに弾くというような奏法なんですけど、これ久しぶりにやってみたら面白くてですね、先週の放送からほとんどそのギターを弾いたりして楽しんでます。まあそのうちにライブでも弾くようになるかな。はい、ということで1曲いきましょう。それだけでいい。君は
下で歌っても君は見つからない。茅ヶ崎FM。はい、今後のですね、まあ、アコシュミーと湘南ウクレレクラブの練習会の告知をここでさせていただきたいと思います。早速なんですけども、19日ですね、二宮にあります花の丘公園、ラディアン花の丘公園でウクレレ練習会があります。この日はですね、ふるさと祭りというのがラディアンの方で、開催されておりまして、駐車場、いつも使っておられる無料駐車場の方にも出店があるという連絡をいただきまして、もう少しですね、入り口側のところに別の駐車場が用意されるということですね。ただふるさと祭りの方がありますので、若干いつもよりは混み合う感じになっておりますので、できましたら電車で来ていただくのが、電車と歩きでですね来ていただくのがいいかと思います。まあ、それからいつもやっているこの大きな木の下のベンチ、この辺りももしかしたら混んでる場合がありますので、その場合はですね、いつも練習してる時に見上げてる山の方、そのベンチに座って山の方の方にちょこっと丘を上がったあたりにベンチがあるの、あるんですけども、そちらの方でやる場合があります。ですので、来ていただいてそこら辺に違う人たちが集まってた場合は、上の方をちょっと見上げていただくというような感じで、その上の方のベンチも埋まってれば、横ら辺にレジャーシートなどをですねこう引いて、その上でやるというような感じになると思います。どっかまあ空いてるところを使ってやらせていただいてる感じですので、そうという感じで遊びに来てくださいということですね。あれ、それ1本だけで次の曲に来ましたかね。もう一度次を行きますと、23日ハーブの時間ですね。大磯にありますハーブの時間、こちら満席になっておりまして、よろしければキャンセル待ちとして受けたまることができますので、よろしくお願いします。ということで、告知はですね1曲挟んだ後にお送りします。その後ですね、11月25日は茅ヶ崎里山公園でウクレレ体験会を開催いたします。この体験会ってなんで普通の練習会と名前が違うかと言いますと、普通の湘南ウクレレクラブの練習会は90分やってるんですね。そのこの体験会なんですけども、午前と午後に分けて45分ずつというような、ちょっと体験してみようかなという方向けの、練習会になっておりまして、午前午後両方
投資で受けていただくのも可能です。はい、ぜひ遊びに来てください。もしあの雨の場合もしくは寒い場合はですね、パークセンターの中にあります会議室をお借りして、その中で練習することになっております。前回もですね、会議室の方を借りて、ちょっと小雨だったんでね、まあ、実際はあんまり降ってなかったんですけども、外でやるよりもまあ中でやりましょうということで中でやったんですけども、まあ、気候が良ければ外でやるという形になっております。この茅ヶ崎里山公園のパークセンターあたりを目安に来ていただきますと、ウクレレの音がこう聞こえるかなというような感じになっております。詳細はですね、これ全部あの湘南ウクレレクラブのホームページに載っております。湘南漢字ウクレレカタカナクラブ漢字で検索していただきますとホームページが出てきますので、そちらの方で、詳細チェック、もしくはもうエントリーもできますので、参加申し込みできますのでよろしくお願いします。それから申し込みなしに突然来られましても、もしかしたらテキストがその方の分用意されてない場合もありますので、申し訳ないんですけども、事前に申し込みをしていただきたいと思います。もう一度参加されている方はメールでも結構ですので、メールを送っていただいて、いついつ行くよという一言入れていただけますと、予約という形にさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、本日最後の曲いきましょうか。夏の終わりには聴いてください。レコーディングなかなか進んでないんですけどね。風が爽やかに湖を駆けてゆく、離れてからもう5年残してきた君のことが気がかり、絵はがきは届いた。なんだかんだと告知をさせていただいている間に、このアコシュミネトラジそろそろお別れの時間が近づいたんですけども、一番肝心なところを言っとかないとダメですね。11月の26日茅ヶ崎里山公園アコシュミライブですね、12時半スタートになっておりますので、皆さんぜひぜひあったかい格好で遊びに来ていただきたいと思います。出演枠の方がまだ一枠残念ながら残念じゃないんですね、残っておりますので、皆さんぜひですねエントリーしていただいて、今年最後のアコシュミを一緒に盛り上がりましょうということになっております。まあ、終わった後はちょっと打ち上げ的な、茅ヶ崎駅前あたりで飲んだりする感じもありますので、皆さん遊びに来てついでに一杯やってみませんかというところで、本日は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。 BJ でした。風邪ひかないように。茅ヶ崎 FM